森吉ダムは、秋田県北秋田市森吉あざ砂子宅高い70番地、米城川、水系大股川の上流部に建設されたダム。秋田県が管理するダムでは、最も古く、秋田県と三菱マテリアル株式会社が共同事業として1952年10月に完成している。県内でも有数の豪雪地帯でありながら、 わずか1年と7ヶ月と短い期間で完成した。高さ68メートルのダムサイトの内県が上部3メートル分の公費を補助している。現在ダムの管理運営は秋田県北秋田地域振興局森吉ダム管理事務所にて行われている。高さが68メートルというのは秋田県立自然公園森吉山の自然やぐるっと森吉山や ぐるっと森吉山海定番で記されている。一方、角川地名大辞典を秋田県やダムカードでは、堤高62メートルと記されている。ダム名は当時の町名に由来する。森吉ダムの目的は、洪水調節、発電である。発電は当初、三菱金属が多さ沢鉱山の秋田精錬所に、自家発電供給するためのものであった。 太平湖奥の山は森吉山このダムのダム湖である。太平湖は森吉山形立自然公園、国指定長獣保護区に指定されている風光明媚な地である。遊覧船が運航しており、新緑から紅葉シーズンまで秋田県の名称天然記念物に指定されている尾又橋を散策できる。太平湖という命名は太平工業の名前からとっている。 民間企業からダム湖の名前をつけた例は他にはない。太平湖には、尾又橋をはじめ、大小13もの沢水が注ぎ、ニジマスや、イワナ、コイ、ワカサギなどの魚が多く生息している。太平湖、グリーンハウスは、太平湖を望む、見晴らしの良い場所にあり、売店や遊覧船の乗船券の売り場などがある。遊覧船の 森吉丸が6月1日から10月31日まで、小股橋の間を修行している。湖の下には、伊佐子沢集落が沈んでいる。この集落に、菅江澄美が、江戸時代の1803年に訪れ、修士桜見の塔に得ずと共に記録を残している。ありがとうございます。